はい、今回はですね、元アスカプロと元大志選手をお招きしてチーム戦をやってみたいと思います。2人のワーストボール、2人ともティーショット打ってもらうと、どちらか悪い方のボールを選択してもらってそこから打つ、でさらにその悪いボールを選択していく、常に悪いボールを選択して3ホールでパープレーで回れるのかというちょっとチャレンジシリーズということになります。なので最後のパットも2人が決めなければいけないので、結構すぐボギー出ちゃうかもしれないけど、一応まあその中でね、目標としてはパープレーで回るというワーストボールというルールでやっていきたいと思います。はい、じゃあぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、まずね、いいとこ置かなきゃね、2人がいいとこ行かなきゃダメだから。お願いします。お願いします。おー、いい球。よっす。よいしょ。はい、フェアウェイ左サイド。よっす。完璧です。ありがとうございます。はい、一つ前のね、361ヤードの地点から。はい、完璧。ありがとうございます。いい球だな。はい、100点。ありがとうございます。もうワーストボールないよね、両方とも完璧だから。まあ行こう。二人はね、小さい時ってどういう感じで練習してたの？アスカが高校は開志国際っていう新潟の寮に行ってしまったので、はい、その前までは一緒にずっとやってました、二、はい、人で。アスカは何歳から始めて、大志は何歳から始めたのかな？僕が7歳から始めて、うん、アスカが11歳からだよね。11歳。11歳から始めた。そうですね。11歳から始めたら。はい、じゃあそんなに早い方じゃないよね。そうですね、2人とも、まあ、僕は7歳なんで、うん、普通ぐらいだけど、アスカは絶対遅いと思う、はい、まあ、遅い方、そうだよね、この、はい、多分プロテストを受かった組で言ったら相当遅い方だよね。そうですね、みんな多分1桁、はい、小学校の低学年ぐらいで始めてる子が多いだろうから、はい、ちょっと遅めなのかな。そうですね。で、小さい頃って例えばどれぐらい練習してたのかな。例えば練習場で週何回ぐらい行ってどれぐらい打ってたとか、うん、なんかそういうあるかな。結構土日は朝6時ぐらいにゴルフ場に入って、はい、夜の7時とかまでやってた時期はありました、小学生ぐらいの時は。なるほど。ああ、そうか。じゃあ始めた頃の方が今よりも一生懸命やってたっていう感じなのかな、うん、そうですね、練習量だけで言ったら、はい、いやいや、もうでもそれは本当に子供も大変かもしれないけど、お父さんお母さんはもうめちゃくちゃすごいけどね。大変だったと思います。いやー、はい、本当そう。それをちゃんとそういう環境を提供するっていうのはなかなか大変なことだからさ、うん、それは大変だって思いつつも、お父さんお母さんも大変だったろうなっていうふうに思いますよ。でも結構大変だった、練習長くて。いやー、でも本当今じゃあの頃に戻ってやれるかって言われたらちょっとあれですね。やっぱり月曜日から金曜日は普通に学校に行って練習してたんですけど、だから土日にその練習があったので、うんうん、土日になるのがすごい嫌だったですね。結構みんな土日が楽しみじゃないですか。うん、だけどそうだ、ね、やっぱ僕らは土日にそのあれが待ってるので、なんかルーティーンとして決まってて、うん、まあ、月曜日から金曜日も必ず練習場は3時間行くんですけど、うん、3時間やる前に、まあ、小学生の時は、うんうん、まあ、ウォーミングアップ30分ぐらいやるのとかも、うん、なんか結構普通で、ね、なかなかの規律が効いた感じなんだね。だから一番金曜日の夜が一番嫌で、月曜日の朝が一番良かった。ああ、普通の小学生と真逆やな。そうです。日曜日終わったってなる。そうです。これこっちですかね。うん、こっちだね、ワーストボールだから135です。135、はい、アップ入れてね。はい、はい、どっちが先でもいいよ。先打つか。そうだね、お願いします。何だっけ、135。うおー、うまい。いやー、最高。めちゃくちゃうまい。ありがとうございます。おお、ナイス。素晴らしいね。なんかもう今良かったっす。ワーストボール選ぶって言っても2つともナイスショットだろうね。今は良かったですね。ねえ、ワーストボールの決め方ね、同じボールだったら、じゃあ俺がこっちがワーストボールっていうね、はい、ほとんど同じだった時に判断しかねるでしょ。そうです、ね、ラインも関係しちゃうじゃん。同じラインだったら悪いライン選ぶしね。はい。あえて。そっか、じゃあ2人はもうそういう生活をしてたんだね。そうですね、うん、週末が嫌だと。週末が、そうですね、週末が苦しい。苦しかったですね。
すごいね。友達とかとあんまり遊んでるとかなかったのか、週末とか。その頃は遊んでないよね。うん、遊んだことがないぐらいかな。うん、そっか。でもまあ別にみんなジュニアゴルファーの子たちはね、でもみんな多かれ少なかったで、そういう感じだよね。はい、はい、多分。それかゴルフで遊んでるかだよね。だから結構周りもそういう感じだったので、うん、だからやそれが普通だったし。まあね、ああ、思ったよりね、ちょっとラインは出てたけど距離がありましたね。じゃあ長い方、はい、元くんかな。どっちもさ。どっちも元くん。距離はそんなに10ヤードもないぐらいだけれど、何しろグリーンが速いから、すごい速そう。そこだけ要注意。どっちが先でもいいですよ。どうする？いや、俺から行くでしょ。そんなにめっちゃ切れないんじゃない？本当に。とにかく早いよね。早っ。早い。結構弱く打ったけどね。おお、うまい。大地のボールがワーストボールです。はい、了解です。あ、そうか、ワースト選ぶんですもんね。そうです。なるほど。いやいや、もう何回も説明してる。じゃあこれで僕が仮に入れてアスカが外したら、そうだよ、ボギーになるんです。ボギーです。結構ディフィカルトですね。いや、結構難しいよ、ワーストボール。いや、そんな切れないと思うけど。フックだよね。うん、ここら辺じゃない。オッケー、ナイス。いやー、ナイス。素晴らしい。ありがとうございます。そんな切れないね。そんな切れない。うん、ナイスナイス。ありがとうございます。いやー、すごい。2人とも見せ場作る。すごいすごい。今だいぶピンチだったけどな。そうですね、ピンチですね。いやー、よく入った2人とも。本当に素晴らしいですよ。ちょっとこのルールで正直ゼロってかなり厳しいんだけどね。うん、今のは素晴らしいパーでした。ありがとうございます。はい、じゃあ次のホール行きましょう。はい、はい、396ヤードパー4。ティーイングエリアから、まあ、セカンドショットまでは結構打ち下ろしてるんだけど、少し左サイドのバンカーが効いてたり、右に打つと木がスタイミーになっちゃうから、ティーショットの落とし場所がすごく難しいというミドルホールです。右行くともう狙えないんで、はい、かといってバンカーも入るんで。そうだね。だからどっちがマシかって言ったら、ライが良くやバンカーの方がマシだよね。はい、狙いどころって言ったらグリーンの左端にあるバンカーしかないんですけど。そうだね、狭いね。ちょっとあそこに頑張って打っていけるように。うん、いやー、やばい。まあ左のラフ、ラフというかこうちょっと林の方、うん、私もグリーン左のバンカー方向を狙って。そうですね、打ちます。はい、完璧。ありがとうございます。これはもうワーストボールは大決まりですね。逆に今の大使の左に入って、もっとワーストボールって言ったらどこ飛ぶのみたいな。結構渋い状況から、女子プロの場合ああいうところから打つケースないじゃん。ね、だからあれはあれでこういう遊びみたいなことをやって、普段自分がこう経験しないの状況を体験するみたいなのもいいと思うよね。はい、それが意外と練習になるしね。本当に女子プロって曲がんないもん。曲がんないんですね。曲がってたらまずツアーあんま出れないのと、まあ、みんな上手、そのティーショットも上手だし、うん、基本的にはもうあんまりミスが少ないっていうのが女子プロの特徴。男子は曲がった後にうまいじゃん。そうですね、基本は曲がんないけど、はい、曲がった後も上手だよね。そうですね、男子と女子はそういう意味では脱出力みたいなのは全然違うから、うん、状況によっては難しいとかもしれない。難しいかもしれないですね。ピンまで何ヤード？108ヤードです。108、はい、じゃあもう2人で、ね、ワーストボールだからどうワーストを出さないかっていうのを相談しながら行こうか。はい、まあ、俺はここ狙えるんで、あの木の上でこっちね。そうそう、だからちょっとドロー目で乗ればもう最高っす、ね。うん、そうね、乗れば最高。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、いいね、コメントもよろしくお願いします。絶対にうまくなるぞ。